ママ？なんでママのスマホあんの？撮っとる？これ。大成功でした。そうです。ちょっと意味わかんないんだけど、どういうこと？なんかママに聞いたら、お休みの日に学校だよって起こしたらどういう話とか準備するのかみたいな、検証かなんかドッキリだったらしいです。でも意味わかんないんだけどさ、土日ならさ、私今日オフだし2時間は寝れるんだけど、だから余裕でまだ、もう私もう昼まで寝たかったんで準備してたし、って感じで成功したらしくて、すっごいママの顔がすがすがしくというか、すっごい満面の笑みで笑ってて、すっごいびっくりしました。敗因はママに携帯を隠されてたことなんですよ。私の負けた原因は、負けた、ママに負けた原因は携帯が隠されてたから、時間とかさ見れなかったって、あの置いてある目覚まし時計、目覚まし時計っていうか普通のこういう時計しかなくて、時間しか見れなかったから、絶対そのせいだよ、確信犯すぎる。なのでちょっとこっからまた2時間寝たいです。私は寝よっかな、もう本当に。誰この企画考えたの？ママかなっていう感じで大成功でしたね。起きてないんですまだ顔が。ということで、もしこの動画がいいなって思ったら高評価、チャンネル登録、通知音よろしくお願いします。バイバーイ。